山田善次郎は日本の社会運動家、新潟県南神原郡生まれ、父親は陸軍省の下級職員であった。尋常小学校の同級生に、後の法学者、江藤義弘がいた。担任の勧めで第一東京市立中学校や幹部を受験し、合格、昼間は休児を務め家計を助けながら通学した。1943年、 軍国少年として、誘刻の思いから、海軍飛行予下練習生を親に隠れて志願し、合格。三重海軍航空隊に入り、1945年、日本の敗戦により除隊。戦後、連合国軍最高司令官総司令部、通信資材部隊、同体的情報部隊、キャノン機関、中央情報局横須賀海軍施設拠点などに、日本人従業員として勤務。 1951年11月25日、作家、カジワタルが数人のアメリカ軍人に拉致される、梶事事件が発生。一週間後、カジが監禁先である武蔵小杉駅前の米軍接収施設で自死を図り、未遂となった際、ご処理や救助を命じられた。梶に接する中で、彼の救出を決意、家族や書店経営者、 内山肝臓に宛てた手紙を複数回秘密裏に届けた。1952年12月6日、日本社会党、衆議院議員、井ノ又孝臓、内山らと共に共同記者会見に臨み、火事が監禁されていた事実を証言した。1954年より、日本国民救援会に先住事務局員として勤務。京都府本部、東京都本部事務局長。 中央本部事務局次長、副会長などを歴任し、1992年から2008年会長を務めた。ありがとうございます。